甲府開府500年をきっかけに自分の住む地域の地名や歴史、文化、伝承などを掘り起こす散策会、私の地域歴史探訪事業が各地で進められています。その様子をお伝えしながらそれぞれの町を紹介するのが甲府31歴史探訪です。現在甲府には31の自治会連合会があります。今回ご紹介するのは新婚屋地区です。甲府駅の北側から山梨大学までのエリアで、地区の中央を武田通り、山手通りが走ります。新婚屋地区歴史探訪で歩いたのはこちらのコース。神社やお寺を中心に武田氏の時代と甲府城、2つの城下町ならではの歴史を学びます。平成30年11月13日、北東部市民センターに35人の皆さんが集まりました。今日は一日お勉強ということで、寺神社なんとか院というのを聞いていこうかなと思っております市民センターの周辺やその西側は旧町名では新柳町、明治時代遊郭がありました。いよいよ出発。市民センターの北側、細い路地を入っていくと、孫泰寺という武田信虎創建のお寺があった場所。東照大権現って書いてありますけれども、東照大権現は徳川家康でございます。石碑には武田氏滅亡後、会を治めた徳川家康が宿泊する仮御殿が建てられ、本陣としたことなどお寺の由緒が書かれています。現在孫泰寺は城東一丁目にあります。石碑の西隣にはお稲荷さんが祀られています。遊郭の遊女たちがよくお参りをしていたそうです。旧町名は自治会の名称として現在も親しまれています。一行はさらに北側へ。歩いてすぐ養宝寺に到着しました。信玄の次男ですか、生まれつき目が不自由だったんですね。でその目を治す祈願所というようなことで作られたのが養宝寺だそうでございます。武田信玄が次男劉邦のために建立したというお寺、明治6年から10年まで新婚屋小学校の前身である甲府学校がありました。墓地には遊女にまつわるものが。これは御霊碑で明治の半ば頃作ったってもの言われてて、大体作ったのがその義老の経営者が作って、だから結構若い人が亡くなった中今だと思いますけどね。結核や性病で若くして命を落とすことも多かった遊女、こちらでは手厚く供養されたんですね。養宝寺を後にした一行、武田通りへ出て南へ向かいます。武田2丁目の交差点を東へ。こちらには武田勝頼が創建したお寺、最小院がありました。ここにもそのちょうど本六九軒に六軒の本堂と庫裏を兼ねた建物があったわけですけど、以前から亡くなった尾西という方のために建立されたもの。尾西は信虎の側室、また信玄の姉という説もあります。
現在はこのお堂だけが残り、中には3体のお地蔵さんが。このお地蔵さんも勝頼が京都のお寺から移した6体のうちの一部だと伝えられています。それぞれ個性的な顔をしていますね。またこちらの場所にはこんなエピソードもあるんです。明治3年から4年頃、日本国内で初めてワインが製造された場所が大王院です。その法院でありました山田遊興と八日町の宅間健二さんの2人でワインの醸造をしたということになっております。資料等によりますと、日本で初めてのワイン。六角地蔵堂の北側にある墓地には、明治初期にワインを製造した山田弘典のお墓があります。ワインの醸造が行われた大王院というお寺もこの辺りにあったのではないかと言われています。新婚屋地区の歴史探訪、最初院跡から宮前町の八幡神社へ向かいます。神社の締め柱を通って境内へ。神社の歴史が書かれた大きな石碑の前でお話を伺いました。八幡神社八幡宮は武田氏の氏神で、信虎が躑躅ヶ崎に館を築いた際、伊沢から館の西側に移し、さらに甲府城を築く際には城の鬼門の鎮守としてこちらに移されました。残念なことに荘厳な社殿は昭和20年の甲府空襲で全て失われました。甲府開府500年記念ということで、そのふるさとの歴史を勉強するということで、ぜひこの神社の認識も新たにしてお帰りになると大変ありがたいと思います。神社の境内を中心とした八幡神社遺跡では、2万年以上も前の石器が発見されました。水晶で作られた矢尻も見つかっています。現在山梨大学の研究センターがある神社東側のあたりには、かつてお寺があったと言われています。一行は富士川を渡って愛宕山の方へ。長い石段を登ります。よいしょよいしょ。到着したのは下光院。信虎が創建した光神堂を後に信玄がお寺の名前をつけてこちらに移しました。境内の中腹に位置するお堂ですけれども、甲府城の中に建っていた建物としては県内で唯一現存する建物と言われているお堂です。ご住職のお話にあったお堂へ向かいます。さらに高いところにあるんですね。もともとお堂は甲府城内にあり、柳沢義里が大和郡山への国替えの際、仏像とともにこちらに送ったと伝えられています。お城を下に見下ろしてますよね、ここは。あっち。本尊を安置する宮殿も義里が寄進したものであると言われています。なかなか見られない貴重なものを近くでじっくり見させていただきました。ここから一行は南へ。たくさんのお墓は妙音寺の墓地です。境内の一部が山手通りになり、墓地は高台に移りました。この下は愛宕トンネルです。ここやね、城が入ってた。坂を下って妙音寺の本堂へ。加藤清正が朝鮮出兵から持ち帰ったという玉すだれが伝えられています。
さらに南に向かい清泉寺に到着。大泉寺さんの、八世さん、八番目の北条さんが、ご隠居するためにですね、こちらの方に降りてきて、清泉寺というお寺を建てられたと言われているんですけれども、まあ、詳しくちょっと分かんなくてですね、まあ、というのも資料がちょっと残ってなくて、本堂の前には大きなクリン塔が。供養塔の一種で法暦11年や当時の住職のほか大勢の人の名前が読み取れます。いい音色ですね。一息入れてさあ出発ですよ。竹田通り沿いの万蔵院へ。年号が確認できるものとしては甲府で最も古い狛犬です。もともとは信虎が創建したお寺に始まり、信玄が毘沙門堂を建立してその後万蔵院と名前を変えました。あの賽銭箱 の、ま、あの絵がですね、 なぜか知らぬが大根の絵が描いてあるというような、ちょっとこれも珍しいんじゃないかと言われてさい銭箱に描かれた大根、どんな意味があるんでしょう。面白いですよね。竹田通りの西側へ。石垣があるあたりは甲府城の三の堀の跡です。続いて訪れたのは法華寺。甲府城築城の際こちらに移転したと言われます。ちょうど甲府城の北側ですね、大体お寺ってまあこう逃げ込んだりとかですね、何かあったらそういう時の北の守りというようなことでこちらに移されました。ですからその近くまであの堀があったようでございまして、ですからその辺は水門町とか、まあ、ちょっとうちの裏の方行くとまあ三の堀とか残ってるんですけど、そういうことでございます。法華寺の南側は山手通り。通りを渡って新婚屋小学校へ。この日最後の見学は校庭の一角にあるかつての正門です。この新しい門を作るときに甲府空襲で小学校は全焼、残ったのはこの門といくつかの塀の柱だけでした。正門は新しくなりましたが歴史遺産として保存されています。新婚屋地区の歴史探訪。武田市や甲府城ゆかりの場所のみならず、さまざまな町の歴史も感じることができました。新婚屋地区の皆さんありがとうございました。先人たちの歩み、地域の豊かな歴史をこれからも受け継いでいってくださいね。甲府31歴史探訪、次回は武田市や甲府城ゆかりの寺社、うなぎにまつわる神社などを巡る朝日地区です。